初版のタイトルページ1555年にリヨンで出版されたミシェルのストラダムス氏の予言集はすでに世界で220種以上の版が出されている先生術師のストラダムスによる四行誌集の初版であるその存在は知られていたものの1980年代までは紛失と再発見を繰り返していた半径は八つ折半である正確な寸法は資料によって 若干のばらつきはあるものの、ブナズラの書誌では 80x130mm と、あるので、日本で言えば文庫本とそう変わらないサイズである。全46用で、ページ数は振られていない。タイトルは、ミシェルのストラダムス氏の予言集である。タイトルの下には、書斎に座って窓から星を見るのストラダムスの姿が描かれ、その下に、リオンのマセボノム出版社にて、 1555年と書かれている。タイトルページの裏面に、特任の抜粋が収録されている。この特任には、大月顧問にして、リヨン地方裁判所で代理官を務めるラモットの領主、ユング・デュピュイの署名があり、予言集が異端でないことを認めた上で、ボノムに2年間の出版独占権を与えるものとなっている。特任の発行日は、1555年4月末日と、 なっている。二年間という期間設定は、同時代の有名な本の特任に比べて短いものだとも指摘されている。初版の序文特任の後に、息子セザールに当てた書簡の形を取った序文が続いている。この序文の最後には、サロン、1555年3月1日と記されている。序文の後に、予言集の本編といえる四行詩集が収められている。 4行詩集は、三ンチュリと名打たれた巻ごとにまとめられ、1巻につき100編の4行詩から構成されている。1555年の初版には、3巻までと4巻の53番目の4行詩までの計353編が収められている。第4巻53番の後には、本書は1555年5月4日に印刷完了した。という言葉が添えられ、 全体が締めくくられている。出版業者はタイトルページにある通り、リオンのマセ・ボノムである。彼はリオンで長らく出版業を手掛け、アビニオンやビエンヌでも出版業を営んだことがあった。しかし、その長いキャリアの中で、ノストラダムスの本はこれ一冊しか手掛けなかったようで、ある。後に追放された4巻54番以降と比べて、 フランス語以外の言語の使用が際立っている。4巻の26番と44番は4行すべてがプロバンス語で書かれているが、このような例は4巻54番以降には見られない。また、ギリシャ語を散りばめており、後の番と違い、それらにはギリシャ文字をそのまま使っている。さらに、四巻三十番の一行目では月と太陽を表すのに、先生術のシンボルマークを使って、 と表記されている。後の番では、ルーナソルと文字に置き換えられており、このような表記は、初版以外には見られない。また、この原文にもあるように、ローマ数字を多用しているのも、特色の一つである。これらの特殊性は四巻に多く見られるが、他の巻を通した点として、大文字で書かれた単語の多さも際立っている。シランなどのような特殊な語だけでなく、 グランドのような一般的な語にも、このような扱いを受けている例が見られる。ノストラダムスの秘書、シャビニーによる伝記には、出版されるや、国の内外を問わず非常に大きな教壇を伴って、評判になったとある。また、息子セザールド・ノートルダムの年代記でも、ほぼ同様に、その本の名は飛ぶように広まり、誰もがここには書けないような大きな教壇とともに、その話を聞いたとある。 こうした記述を裏付けるような同時代の記録は確認されていないが、現在でもよく売れて評判になったとはされている。好意的とは言えない反応としては、1556年に作家アントワーヌクヤールがパロディボン、パビオン・デロリデの予言集を出したことが挙げられる。この本は3文による予言集の体裁をとっているが、例えばこんなことを述べている。これは、ノストラダムスが、 序文において、と語ったことを揶揄したものである。バレストのノストラダムス19世紀の段階で、この版は非常に希少なものであると認識されていた。そんな中、フランスのジャーナリストジェーヌ・バレストが著書ノストラダムスの中でボノム版の原文をかなり忠実に転記した。この時に使われた版はアンリ・デュジャルダンの筆名で、 エッセイストとして活動していたシンプジャムの蔵書を借り受けたものだとバレスト自身が明記している。その後、19世紀後半にはパリ市庁者に当時あった私立図書館に所蔵されていたらしいが、1871年のパリコミューンで視聴者が消失した際に、この番も行方不明となった。また、パリのマザラン図書館にもあったが、これも1887年6月に、 確認されたのを最後に、行方不明になった。他に、オルレアン市立図書館にもあったらしいが、これも書史学者、アンリ・ボードリエが調査した19世紀末の時点で、すでに失われていた。ジャム神父の蔵書は、1889年10月15日に、エクトール・リゴーの手に渡っていたが、リゴーの死後の蔵書生産オークションで12,310フランで、競り落とされたのを最後に、 行方がわからなくなっている。書子学者、デルピーは、1906年に刊行した書子の中で、ドラバリエールという詩人の蔵書だったものが7リーブル、10ソルで販売されたことに言及しているが、これもその後の状況は不明である。歴史学者、ユージン・パーカーは、1920年にハーバード大学に提出した博士論文の中で、リオンの書店から、 アメリカの詩人に売られたことに言及しているが、この言及については、何らかの誤認の可能性も指摘されている。1950年代には、ペルー出身で当時リーマ在住だった実業家で、考古学博士のダニエル・ルソが、パリの書籍賞、ジュール・チエボー未亡人の手元に一冊施蔵されていることを知り、全ページのフォトコピーを取らせてもらっている。このフォトコピーは、 2007年4月21日のオークションで90ドルで競り落とされたことがわかっているが、チーボーの蔵書自体がその後どうなったのかはよく分かっていない。ウィーンの国立図書館公共図書館の所蔵は長らく確認されていなかったが、1980年代初頭にロベール・ブナズラがヨーロッパ各地の図書館を調査した結果、1982年9月に、 ウィーンのオーストリア国立図書館で、1983年7月に、フランスのアルビ市立図書館のロシュニュード文庫で、それぞれ発見した。なお、アルビでの発見については、ブナズラの紹介に基づいて、当時の図書館長、ジャック・ポンが確認した結果、発見したもののようである。この、アルビの初版本は、18世紀にアンリ・パスカルとロシュニュードが収集したものにもともと、 含まれていたという。2007年現在、現存は、この2冊しか確認されていない。ブナズラの調査には、ミシェル・ショマラーらも協力しており、彼らは、アルビ市立図書館の許可を得た上で、1984年7月に、英印本を出版した。この発見と復刻の経緯については、同年10月3日付で、AFP が配信し、リベラシオミや、プログレディマン主史など、 複数の新聞が報じた。ブナズラは復刻版に寄せた序文の中で、ウィーンの蔵書とアルビの蔵書の原文には様々な食い違いがあることを初めて確認した。彼がリストアップした食い違いは77箇所にも及ぶ。その多くはちょっとした綴り方の違いに過ぎないものであるが、一部で異なる単語になっているものもある。内容上の比較から、 アルビの初版本がまず出版され、それを構成したのがウィーンの蔵書であるとみなされている。そして、その構成には、ノストラダムス自身が介在したのではないかとする見解も存在する。ノストラダムスは、予言集出版の1年半ほど前に、不誠実な形で歴史書の出版を手掛けた業者に、対する訴訟を起こしており、自身の現行の出版のされ方の相応の注意を、 払っていたと考えられるためである。なお、行方不明になっている初半本のうち、エクトール理号の手元にあったものは、タイトルページ、特任、最後のページの3ページ分の写真が、1931年のオークションカタログに掲載されていた。また、知恵坊未亡人の版は、タイトルページなどの写真は、クリンコブシュトレムの論文や、ルソの著書に掲載されていた。 これらを比較した結果、微号の蔵書と知恵坊未亡人の蔵書は、ウィーンの蔵書とほぼ同じものではないかとも指摘されている。1996年には、オタワ大学教授だったピエール・ブランダムールがある日と、ウィーンの番号を手本として、初版に収録されていた序文と353三ンの4行詞についての工程版を出版した。日本でも、この本の省略を元にする形で、 高台サムと伊藤進によるノストラダムス予言集が日本でも1999年に出版された。日本では1990年代初めにオウム真理教の朝原昌光の著書やテレビ番組とタイアップして講談社が出版したムックの中で原本や復刻版の写真が紹介されたことはあった。ただし、それらには書誌上の踏み込んだ分析はなく、また、 まとまった量の紹介が行われることもなかった。それが実現したのは1998年のことである。この年に日本語版が刊行されたピーター・ラメジャラーの著書の中では、セザールへの手紙と第4巻53番までの4行詞は、アルビの蔵書からほぼ忠実に転記された原文が収録された。これは、同社の役者らが原文の価値を侵略して、翻訳よりも、 原文の紹介に力点を置いたためである。1555年にアビニョンの出版業者ピエールルーも予言集を出版したと言われることがある。この根拠となっているのは1590年にアントウェルペンで出版されたミシェルのストラダムス氏の脅威の大予言の末尾に1555年にアビニョンのピエールルーによって出版された予言集を再版したと書かれているためである。 アンディ・ボードリエは、これを言葉通りに受け止めて、1555年に、アビニョンでも予言集が出版されたとみなしたが、クリンコブ・シュトレムは、ルーの出版事業開始が1557年である、ことを指摘した。この点は、アビニョンの出版業種をまとめたピエール・パンシエの研究所でも、裏付けとなる資料と共に追認されており、パンシエがまとめたルーに関する書誌には、 1555年版の予言集は含まれていない。20世紀後半以降では、1555年にアビニョンでも予言集が出版されたと見なす論者は、その出版業者にバルテルミー・ボノムを想定することがある。バルテルミーはマセ・ボノムの弟で、兄の協力を受ける形で1553年から1556年にアビニョンで出版事業を営んでいたからである。 アビニョン版の実在が議論の対象になるのは、それを元にしたと主張する1590年アントウェルペン版や、類似の系統とされる1589年ルーアン版などが、他の多くの版と異なる特色を備えているからである。タイトル自体が異なっていることもそうだが、序文の日付が1555年6月22日になっていることなどもそうである。これについてブランダムールは、 ボノムバンデの日付、3月1日は土星が白洋宮に入った時に合わせたものであったはずなのに対し、6月22日は下死に合わせたものだろうという。その一方で彼はその日付が下死として意味を持つのはグレゴリオ歴導入語であることも指摘している。フランス史上の先制術関連テクストの分析で博士号を取得したジャック・アルブロンは ノストラダムスの予言集で本物と言えるのは、序文の大部分だけで、四両詩集はすべて、ノストラダムスの死後に、カトリック同盟に関連した政治的意図で、鉄造された義書に過ぎないという大胆な仮説を提示した。彼の仮説では、マセ・ボノムによる1555年版は1570年頃に、鉄造されたもので、ノストラダムスもボノムも一切関与していないものということになる。 彼の仮説は大きな論争を巻き起こしたが、実証的な立場からも様々な批判が寄せられており、広く支持されるには至っていない。ありがとうございます。